はい、それでは、はい、Gmail のメールアドレスをたくさん作る方法を教えます。お願いします。はい、ということで、なんかね、めっちゃ簡単なんですけど、はい、ここの Gmail あるじゃないですか。この Gmail の、このアットマークの前、ここの部分の、はい、ここにプラスを入れて、はい、何か適当な文字列を入れると、はい、ははは、これでもうできるらしい。これで終わり。あ、めっちゃ簡単です。で、例えば、これ。作ったら、はい、もう一つは例えばこれにすると、はい、管理しやすいですね。でこれだと全部これ別のアドレスとして認識されるらしいですね。はい、でただ届くメール先は、はい、この一番最初のデフォルトのこの普通のメールアドレスに全部届くらしいです。これとこれで登録してもこれで登録してもこれで登録しても、はい、このメールアドレスに届くと、いうらしい、はい、で今さっきフリルでもやったんですけど、はい、登録できたんで、はい、これでボーっと作れば、はい、大量にフリルアカウント作れると思います。はい、もし何かできないことがあればまた登録していただければなと思います。はい、では動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。